3, 2, 1, 0。7月22日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから今やってます、店長の松下浩一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。7月22日、今日はゲタの日だそうです。ところで、ゲタってなんだっけ？カレーずっと火にかけてた。そして、こ、ゲタ。わかった。変身ロボットアニメ、それはチェンジ、ゲタ。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え、即用、志のお問い合わせ、ご注文が大変増えてます。お供えのお返しに困っていませんか？常温保存の効く法事ギフトはお任せください。鉄火巻きに黒とろ昆布。鉄火巻きに黒とろ昆布を振りかけて、あとはよーくなじませるだけ。よーくなじませると味に深みがとっても増します。お酒のつまみにぴったしです。まっちょん、また電車乗り過ごしたらしい。いい加減にしようよな。